本日は年末の大変お忙しい中、新型軽乗用車 N-BOX スラッシュの発表会にお越しいただきまして、誠にありがとうございます。また本年1年も大変お世話になりましてありがとうございました。それでは発表会を始めさせていただきます。本日の出席役員並びに関係者をご紹介させていただきます。専務執行役員日本本部長峰川でございます。皆さんこんにちは、峰川でございます。本日は年末のお忙しい中、新型軽乗用車 N-BOX スラッシュの発表会にお越しいただき誠にありがとうございます。私どもホンダは2011年11月に発表しました N-BOX から新たな軽自動車への取り組みを開始しております。新しい次の日本の乗り物、これをテーマにホンダ独自のセンタータンクレイアウトが生み出す空間価値を共有し、ホンダらしい軽ワールドを作りたい、そういう思いで取り組んでまいりました。それぞれのモデルのデザインや機能にこだわり、さらに走りや装備など細部まで完成度を追求することでホンダらしい軽自動車を提案することに努めてまいりました。本日この N シリーズに新たなラインナップが加わります。日常のパートナーである軽自動車にもっと面白く自由なスタイルを提案することで毎日をもっと楽しくしたい、こんな思いから誕生した車でございます。それでは N シリーズ第5弾 N-BOX スラッシュをご覧ください。 The Power of Dreams。 スモールカーをとことん楽しむなら N-BOX スラッシュ。カリフォルニアダイナースタイル、ハワイフライドスタイル、テネシーセッションスタイル、毎日が劇的に楽しくなる New Next 日本乗り物、ストリートスモールホンダ N-BOX スラッシュデビュー。ご覧いただきましたように特徴的なフォルム、デザインから、さらに素材にまでこだわったインテリア、そして多彩な空間をお客様のお好みに合わせてお選びいただけます。ご好評いただいております N シリーズならではの使い勝手も、従来のリアシートのチップアップ機能に加えスライド機能も加わったことで使い勝手が大幅に向上いたしました。さらにこの車には軽自動車の新たな楽しみ方としてハイグレードオーディオ、サウンドマッピングシステムをご用意いたしました。独自の音響システムと遮音性の高いボディにより軽自動車の概念を超えるクリアで迫力のあるサウンドを実現しております。ありがとうございました。それでは続きまして商品につきまして開発責任者でございます浅木からご紹介をさせていただきますが、本日はですねこのコーナーにお一人特別にナビゲーターをお迎えをしております。今年ホンダマガジンの企画として国内の A 級ライセンスを取得され、 N1 オーナーズカップでもレースに挑戦をされております。また以前はホンダシティを愛車とされており、振付師でありダンサーでもあるですね、パパイヤ鈴木さんにナビゲートしていただきます。それでは浅木さんとパパイヤ鈴木さん、どうぞよろしくお願いします。ステージの方へ。どうもこんにちは、パパイヤ鈴木です。よろしくお願いします。それでは浅木さんにお伺いしたいんですけども、あの N-BOX スラッシュがこう生まれた経緯というか構造みたいなものっていうのはどうしてこういう車ができたんですか？N シリーズも第5弾を出そうと思ったんですね。はい。でただ、まあ、今までの4つの車と4つの車が持ってない新しい価値がある車でないと意味がないだろうと思って、はい、模索してたんですよ。はい。まあ、そんな時にデザイン室の方でですね、まあ多分遊びだと思うんですけど1枚のスケッチがあって、はい、それがこれですか？そうですね、はい。まあ、これでデザインのなすごく盛り上がってですね、はい、モックアップモデルまで作ってしまったんですよ。まあ、なかなか難しいんですけどね、デザインコンセプトを説明したいと思いますけど、はい、
もともとは NBOX って車があったんですけど、はい、そのルーフをチョップトップして、チョップトップ、うん、屋根をそぎ取って、はい、空挺スタイルにするという絵がスタートだったんですよね。あ、屋根を切ったんですか。でそのエクステリア最初あったんですけど、はい、それに合わせてインテリアもですね、はい、コンセプトあるんですけど、プライベートブースインテリアって言うんですけど、はい、やはりそのエクステリアも当然かっこよくなったんですけど、それに合わせてですね、はい、ワクワクする、はい、そういうインテリアを目指して、で特にねカラー、はい、いろいろこう無理なお願いもしたんですけど、この車に合ってるね、色を見つけてくれっていうのが、まあ、普通のカラーへのお願いなんですけど、はい、今回はカラーで世界観を作り出してほしいと、はい、ちょっとまあ無茶なお願いをして、やったんですけど、はい、それに応えてくれて、はい、特に3つのカラーパッケージ、はい、これですね。そうですね、はい、それで世界観を出してもらいました。かっこいいですよね。1つ目がこのカリフォルニアダイナーですけどね、はい、ダイナーっていうのはアメリカのちょっとオートファッションなレストランの景色ですね、はい、アメリカングラフィティっていう映画があるんですけど、はいはい、そこにはね、さっき言ったチョップトップした車出てきたり、はい、ダイナーでタムロしてる若者とか、はい、そういう 50s、60s のアメリカのね、はい、世界観を出してもらったっていうのがこの車になります。よくこういうで向こうにあるのが、はい、もう一つのカラーパッケージになりますけど、テニシーセッションスタイルっていうことなんですか、はい、あ、これですね、あと次もう一つ、はい、ハワイグライドスタイルって言ってるんですけど、はい、これですけど、まあグライドっていうのはサーフィン用語なんですね、はい、で透明な海と白い砂と青い空、うん、はい、そういうものを映画で言うとビッグエンズでみたいな世界を表現してもらったんですけど、はい、であと普通の色も揃えてあって、はい、ブライトロードスタイルって言ってるのがベージュ基調になります、はい、あとストリートロードスタイルっていうのが黒内装基調なんですけど、まあ、それぞれ普通のベージュ普通の黒と違ってね、ちょっと凝ったところがありますんで、ちょっと違うなって思ってもらえるんじゃないかなと思います。はい、はい、そうですね。やっぱりこれはこれでベーシックですごくいいし、遊び心ある3台もあって、たくさん選べるところが多いですね。そうですね、はい、もう一人一人の好み合わせて、はい、好きなライフスタイル、うん、そういうのに合わせて選んでもらえるんじゃないかなと思います。あと今回本当に思うのは室内が広いっていうのは本当に最近の軽は室内広いっていうのを売りにしてるの多いと思うんですけど、やっぱり天井を切っても本当に広さは確保されている、そういう秘密もいっぱい隠れているんですよね。いう特徴があるんですね。なんか軽自動車の後ろのシートって本当に失礼な言い方するとサブシートみたいな扱いもあったと思うんですけど、ちゃんとスペースが確保されていて広いですよね。これは図で見ても分かるんですけど、実際に中身を見せてもらってもよろしいですか。これも燃料タンクがないんで、圧倒的に低い低いですね、はい、パッケージなんです、はい、今まではこう N シリーズそれだけだったんですけど、はい、今回はそれに加えてですね、はい、シートスライド、あ、すごい。あと、はい、こだわりはもっとあるんですけど、はいはい、音、サウンドには相当凝ってます。あ、スピーカーはいくつついてるんで、出してもらえますか、資料。サウンドバックシステムって言ってるんですけど、はい、8プラス1なんです。はいはいはい。で、まあ、ケブラコンスピーカー、ケブラっていうのは防弾チョッキなんかの素材ですけど、はい、ソロスピーカーとアルミドームついた、それが、はい、合計8つついてるわけですね。8つもついてるんですね。で、その着駆動するためにですね、はい、別体のパワーアンプもついてます、はい、すごいこだわったんですけど、一番こだわったのは、はい、このやりウーファーです。ウーファー、はい、K だと重低音っていうのがこう出せないと言われたんですね、はい、この車の場合だから90センチっていうすごい長いホーンがスピーカーの裏から伸びてる、はい、この車にも入ってるんですね。そうなんですよ。まあ、長くてですね、シートの下まで潜り込んで、あ、そうなんですか。そこから U ターンして戻ってる、
はい、いうようなことをやったことでですね、まあ、軽じゃ無理だと言われてた重低音を出すことができました。あと他にもね、はい、いろいろ装備あるんですけど、はい、こだわったものを2、3紹介させていただきます、はい、あと最初に電子制御のパーキングブレーキですね、はい、これはあのドラムブレーキの中にモーターを内蔵するっていう世界初の機構。あ、こちらも世界初で。そうですね、はい、軽自動車にこういう電子制御のパーキングブレーキってなかなかなかったんですけど、それはやっぱりディスクタイプのものがほとんどあったんですが、はい、ドラムでもできるようにしたと。あ、ディスクタイプはあったんですね、今まで。そうですね。あ、でもドラム式はなかったということで、こういうふうにドラムブレーキとしては世界初。そうですね、まあ、車もいろいろね、はい、楽に軽くなってくるんですけど、はい、最後に残ってた力仕事がパーキングブレーキですね。ああのちょっと最後に、はい、あのこの車の思いっていうのを皆さんに伝えたいんですけど、で今回の車はそのみんながこう一致団結してこう突き抜けた車を作るんだということでやってきました。あの突き抜けたデザイン、あと装備、突き抜けたサウンドですね、まあ、もしよろしかったらこうお気に入りの CD を1枚持って販売店で確認していただけたらなと思ってます。きっと笑顔になっていただけるんじゃないかと思ってますので、よろしくお願いします。本日はどうもありがとうございました。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 高安さんもありがとうございました。